イオンツナンショッピングセンターサンバレーは、三重県津市高茶や小森町に位置するイオンの子会社の津、南高ショッピングセンター株式会社が運営していた、ショッピングセンター。1978年に開業し、2016年に閉店した。閉店後、店舗を解体し、周辺の土地を含めて新たに、イオンモール津南が2018年11月9日に開業した。 サンバレーの愛称があった。津市と松阪市を主な証券とし、2015年時点では約420万人の来店があった。解体中の様子立て建て替えを予告する看板1978年9月15日に津南港ショッピングセンターが複合商業施設サンバレーとして開業させた。開業当時、医療品店や雑貨店など約50店が出店していた。 水田地帯に突如として現れたこのショッピングセンターは地域のランドマークとなった。2000年にイオンが入店し、専門店がリニューアルされ、イオン津南ショッピングセンターを正式名称とした。この時のリニューアルで当時としては斬新だった商店街形式のショッピングモールとなった。2002年には新館を開業し、スポーツ用品店や家電量販店が出店した。 2003年時点では約80店舗が入店し520万人が来店していた。これが来店客数のピークとなった。2008年に開業30周年を契機として一度正式名称から外されたサンバレーの名を復活させイオンツナンショッピングセンターサンバレーに店名を改めた。2011年3月1日には各店舗の名称を ジャスコ津南店からイオン津南店に変更した。2015年12月17日に津南港ショッピングセンター株式会社とイオンリテール株式会社イオン津南店の連名で2016年春での全館閉店が告知された。閉店理由は施設の老朽化とそれに伴う客足の減少であるとされる。12月時点では閉店後について担当者は 買い物難民が出ないようにしたいが未定と伊勢新聞の取材に答えている。その後、2016年1月5日に、中日新聞が閉店日を2月末であると報じ、1月22日に、産経新聞がイオンリテールの店長の談話として、具体化はしていないが、国道23号沿いの高立地の土地を再開発し、新しく生まれ変わり、オープンを目指す。 との記事を掲載した。2016年2月29日、午後6時から閉店セレモニーが1回で行われ、三重大学のアカペラサークルによるコンサートの後、イオン津南店の店長が挨拶し、ホタルの光が流れる中、午後7時に37年の歴史に幕を下ろした。店舗は2016年5月頃から解体工事が行われ、 同年10月現在跡地では整地作業が行われている。同年10月時点で正式決定ではないものの、イオンモールが跡地への出店を計画していると中日新聞が報じた。閉店時に営業していた店舗のうち、エディオンは近隣地に移転して営業を続けている。1回2回、ありがとうございます。